林あ切り詰めて切り詰めてですし、もう切り詰められるものももういよいよもう蓄えとかもなくなりつつある状態ですね。鹿児島市で運転代行業をしている有馬博さんです。この道20年になりますが、これまでにない苦しい状況にあると言います。時短営業が始まってからでいうと1人1万円ぐらいずつ持って帰れたのかな、もうそのぐらいですね。1週間でですね、今日の生活をどうするかっていうところぐらいまで来てるのがもう現状ですね。天文館ではほとんどの飲食店が県の時短要請に応じていて、運転代行の利用客は激減。有馬さんの収入はコロナの感染拡大以前の2割から3割に落ち込んでいるものの、運転代行は他県と違って対象外のため協力金はもらえません。さらに飲食店の営業時間短縮の影響はこんな業種にも。まあ、ほぼ壊滅ですね。以前はだいたい20台平均は入ってましたので、もうほとんど今1台からほぼゼロっていうのが普通になってしまいました。新井さんは運転代行業の傍ら駐車場の管理もしていますが、こちらも利用者が激減しています。運転代行業や駐車場などが立ち行かなくなった場合、コロナ収束後も外で酒を飲むのが難しくなり、将来的に飲食業界にダメージが出る恐れもあると話します。全然採算が合いませんので、完全に営業を停止してしまうと、普段来られているお客様方が飲んだ時にもうどうしようもなくなると。そしてすでに廃業や休業も出始めています。組合の中でもですね、10社程度は廃業の意思を伝えておりますね。組合には県内およそ300ある運転代行業者の半数ほどが加盟していますが、その 15% にあたる21業者が新型コロナの感染拡大以降、業績不振で廃業・休業を決めたといいます。霧島市は代行業者に1台あたり1日5000円の支援給付金を出すなど、独自の支援を出した自治体もありますが、組合では支援を求める要望書を昨日鹿児島市に提出、今後は薩摩川内市にも出すことにしています。運転代行業売上がそのまま激減しております。それに対応するためのですね、支援策をですね、緊急的に講じていただきたいという要望をいたしました。時短要請の期限は7日までですが、昨日国が10都府県で緊急事態宣言を延長したことで、県は時短要請をどうするのか先が見えず、業者は不安を抱えたまま行政の対応を見守っています。国が10都府県で